ドジャース大谷翔平投手29が本拠地でのロイヤルズ戦に2番 DH で出場する。前日までのレンジャーズ戦では初戦と2戦目で2試合連続本塁打をマーク。しかし前日は4打数無安打で5試合ぶりにノーヒットに終わり、今季成績は67試合で打率3割6厘、17本塁打44打点、オプス955。打率はリーグ5位。 オプスは2位、本塁打は同僚の手オスカー・ヘルナンデスと並んで2位タイとなっている。ロイヤルズの先発は左腕コールラガンズ、26。22年にレンジャーズでデビューし、昨年6月に最速左腕チャップマンとのトレードでロイヤルズに移籍した。今季は14試合で4勝4敗、防御率3,08。大谷とはレンジャーズ時代に4度対戦し、通算7打数1安打1至9、1死球。 昨年6月12日の前回対戦では、延長12回に20号決勝ツーランを浴びている。ドジャースは今季12試合で7勝2敗、防御率に93の右腕ギャビンストーン25が先発する。